知らなかった道もな。今日はバレーボール久しぶり。富山さんが合図、こんなところあるんです。これバレーボールって聞くの知らなかった。自販機の飲み物割と安い。清澄庭園に来ました。いい天気です。お茶やってないね。ここゴミ写真違う。うん、素敵やね、着物。いいね、ワンワンみたい。ワンワンみたいね、こういう人間見えたら寄ってくる。餌ないよ、草は食べる。この草食べれるかな。草食べるの。あ、本当食べる。草食べるんだ。そうだよね、魚は草食べるよね。餌ちょうだいってフードが持ってきたら、うん、きれい。すごい石椅子。ここ船のリバーかな。鳥がいっぱい寄ってきた。そうですね、みんな餌欲しいから。真っ黒。いっぱいちょうだいって。うん、ほんとワンワンみたいだよね。みんな人間見えたら寄ってくる。フー持ってればよかったな。フー、今度フー持ってこようかな。ここ、ね、ここ売ってないしね。あの、あげるとダメなんじゃないですか。あの、油ついてるものは良くないけど、フーとかは大丈夫。ああ、そうですか。うん、
らあるのはよくないね。草も食べるね。さっき草ちょっと一個投げたら食べた。あ、そうですか。うん。魚普通に草食べるよ。うん、綺麗。ボード一日できそう。カモさん。あなたずっとついてきたね、このずっとついてくるね。えじゃないよ。バイバイ。どこまでついてくるの。サギがいる。サギ。サギ。動かない。綺麗だな。動かないね。綺麗。なんだろう、花咲いたかと思ったら上に一丁の葉っぱいっぱい乗せた。すごい風景だ。面白い。一丁の葉っぱ。山登っちゃダメだって。かも。ここお茶飲めるかな。飲めるなの。ちょっとお抹茶とお菓子を食べたい。かも。アヒルさん、お、これ鶴？サギじゃない。違う、足短いわ。なんだろう。こっち向いて、こっち向いてよ。頭見えない。なんだろうこれ。お、ペリカン。ペリカン違う。あ、もう一羽、もう一羽いる。これもサギ、わかんない。ペアだ。あ、そこも行った、そこも行った。ここも1、2、4。は結構いっぱい行ったわ。木の後ろも隠れた。あれ、なんだろうこれ。サギでしょ。サギ。
さっきおじさんと話してたら、これこの大きいのはやっぱりサギ、青サギで、あまり可愛くないんだって餌たくさん食べるから魚とか減っちゃうんだって。とっても勉強になりました。石と書いてるんですけど、火っぽい石が全く見かけない。松島山こそ、あそこか、またここです。ここみんな一生懸命写真撮ってる。カラスも飛んでる、お茶飲めない。ようやく必要な、どこ、入れないね。うわ、カラスいっぱい。この石ほんと綺麗ね、綺麗な色。グラスが青いのかかってるような青い色。貸し切りでお茶会やってるかな。なんか違う？わかんない。石が綺麗な海は、紀州青石、いや、なんか色がわけわかんない、青いよ、単な写りがよくない。面白い、筋がかっこいいでしょ、この石。どこでも場所を向島百花園です。バナナのお花、ちっちゃいバナナ場所。キックも先終わっちゃってる。
葉きいて見頃で、アジサイも終わって、これお、お食事あるの、場所の俳句があちこち、スカイツリーが見えます。この池綺麗ですよ。スカイツリーの道に近いからうるさいけどね。これなんか染み向いてきて石碑の縁を映っていいかも。竹林あります。こういうのいいよね。カエルです。カエルちゃん。富士。何も花ない。椿だけ。橋の名前面白い。白ひげ白ひげ橋面白い。夕日ばっかり売ってるんですよ。フルーツのバスケット買いたいから見よう。ちょっと見よう。